はい、蝶ヶ岳だと思います。で、この雲の中が常念だと思うんですが、ピークが見えないんではっきり分かりません。で、これが有明山ですね。で、今朝方雪が降ったので少し雪化粧をしてちょっと冬っぽい顔をしてます。で、カメラを引きますと、その雪化粧に桜がちょうど咲いて咲き始めているところです。ここは安曇野市の光城山というところです。今下ってますが、ここは尾根沿いにずっと幅というか帯というかで尾根の上に桜が植えてありまして、ここから約どのくらいでしょうか、900メートルから1000メートル近い頂上まで桜が帯状に植わってます。標高差がそのまま分かるような感じですね。麓はすでに開花、五分咲きまでは行ってない感じですかね。五分咲きですかね。標高差がダイレクトに分かる桜の並木って言ったらいいんでしょう、なんて言うんでしょうね。こちらさらに低いところなのでもう満開でしょうかね。まあ種類が同じかどうかは分かりませんが、とりあえず標高差で100メートルほど上がってみましたが、一つの木で数輪咲いてる程度でしたので途中で引き返してきました。